新選組イブンピースメーカーは黒の七重による日本の漫画及びそれを原作としたメディアミックス作品月刊少年ガンガンで連載された続編であるピースメーカー鉄についても本校で記述する新選組イブンピースメーカーでは主人公鉄之助の新選組入れ隊から池田屋事件までが描かれているこれらの時期など細部は史実と異なるものの 時代の大きな流れに沿って、ストーリーが展開する。エニックスを家騒動により掲載詞を月刊コミックブレードへと移し、池田屋事件から3ヶ月後となる、第2部、ピースメーカー鉄が連載されたが、2005年春以降、救済。その後2009年秋から2010年9月まで、携帯サイト、コミックアイ及び、コミックシーモアにて五感の続きとなる。 ピースメーカー鉄油の工事編が配信された。2013年12月にマックガーデンから刊行されたムック時代活劇ガーデンザンザンにおいて新章となるピースメーカー鉄北上平を掲載後、翌2014年1月よりマックガーデンのウェブコミック配信サイトウェブコミック b S にて連載を再開している。同年9月からは 月会コミックガーデンでも連載されるようになった。2020年5月以降再び救済となっている。物語は、現時元年3月の京都から始まる。両親を、長州藩士に殺された市村哲之助は、強くなりたい一心で、兄、達之助について新選組の門を叩く。しかし見た目と態度の悪さから、チビとあしらわれ、なかなか入れてもらえない。 そんな折りひょんなことから出会った、新選組大使の一人、沖田総司の中立ちで何とか入隊許可が下りた。土方の故障となるも当初の目的である、修行のイメージとは異なる自分の立場に不満を感じ、葛藤する。そんな中で新選組局長、近藤勇宮副長、土方歳三らと出会い、徐々に、鉄之助も組に慣れていった。そんなある日、 新選組の仇役である、尊能上与派の長州藩士、吉田俊丸が刑の町々に放火する騒動を起こす。その最中に鉄之助は一人の少年と町で大喧嘩をしてしまう。少年の名は北村鈴。鈴は吉田に仕える故障だった。また加害島原で、鉄之助は以前町で絡まれているところを助けたはげ、砂夜と淡い恋に落ちる。 さらに、鉄之助はそこで偶然にも、鈴と再会し、二人はすぐ友達になるが、クルワを訪れた吉田のために再び会えなくなってしまう。その一方で、鉄之助の入隊を反対していた、達之助も唯一の家族である鉄之助を思い、苦悩する。このほか、肘方と山並啓介の確執、沖田に忍び寄る病魔の影など、それぞれの思いが様々に交錯する。 互いが心のもやを晴らしきれないまま、物語は池田屋事件へと突入する。坂本が結成した株式会社、後の明治政府に多大な影響を与えた人物もいた。2003年10月から2004年3月までテレビ、朝日ほか一部系列局にて放送。2010年3月27日から9月4日まで BS11 にて全国放送された。 ピースメーカー鉄のタイトルで放送されたが、内容は、新選組イーブンピース、メーカーのものである。後述の劇場版アニメ放映に先駆け、2017年5月24日より、時代劇専門チャンネルで毎週水曜日にわずつ、再放送。スタッフ主題価格はリスト、ピースメーカー鉄を映像化。前編は2018年6月2日に公開され、 後編は2018年11月17日に公開。興行収入は前編2300万円、後編1100万円。メインキャストはテレビアニメ版から続投するほか、作中の時間経過で声変わりした鉄之助と鈴はドラマ CD で役を引き継いだ梶裕貴と立花慎之助が演じる。スタッフ主新組ピースメーカーのタイトルで、 2010年1月より毎日放送 TBS 他で放送全10回毎日放送では金曜ナイト劇場の最終作となったキャッチコピーは新たな歴史の幕開け主催が異なる公演は各々が独立しており続編などのつながりはない全公演が DVD 化されているがブルーシャトル主催公演とフリー主催公演は流通ルートが 主催会社による直販のみだったこともあり、2017年現在は入手困難になっている。フリー主催公演は YouTube の公式チャンネルでダイジェスト版が公開されている。ピースメーカー鉄油の工事編 DVD アナミックスとして2013年5月31日に発売。原作漫画にアテレコや効果音を加えたもので、メインキャストはテレビアニメと同じである。 原作の連載再開に合わせ、ドラマ CD、ピースメーカー鉄として2014年7月30日より、第1シーズン全3巻が隔月で発売。2015年5月からは、第2シーズンの全3巻が同じく隔月で発売。メインキャストは一部を除き、テレビアニメ版同様となる。漫画関連ドラマ、舞台関連アニメドラマ CD 関連ピース。 メーカー鉄に関するカテゴリー、新鮮組ピースメーカーに関するカテゴリー、ありがとうございます。